辛坊治郎キャスターが27日、日本テレビ系、ウェークアップ、プラス、土曜、午前8時に、キャスターとして、最後の生出演を果たした。読売テレビは1月9日に、辛坊氏が、今春、2013年に失敗したヨットによる太平洋横断に再挑戦すると表明したことを、受け番組の降板を発表していた。辛坊氏は、この日の番組で、東日本大震災から、毎年、訪れた宮城県南三陸町を取材し、震災から10年を経た、被災地の現状を伝えた。また、これまでに出演した17年間の名場面などを VTR で振り返った。辛坊氏はエンディングで報道番組の持論として、報道番組なんて世の中がユートピアで理想社会ならいらないんだと。俺らはいらない仕事をしているんで、報道番組なんかいらないねって、そういう未来を作るために頑張ろうという。ところが30年やってきてなかなか、そういう理想社会は到達できないんでと明かした。今春のヨットでの太平洋横断へ、純粋にセーリングを風を楽しみに行くだけですから。太平洋横断は目的じゃないんです。目的は風を感じて、海に出るという。その結果として、太平洋横断がついてくるという。今度は、皆さんにご迷惑をかけないように頑張りますとコメント。最後に、ウェークアップ、プラスは永遠に不滅ですとメッセージを残していた。同じくこの日で、読売テレビの諸国小夜子アナウンサーも番組を卒業した。番組は、次週3月6日から、ウェークアップとタイトル変更し、読売テレビの中谷忍アナウンサーと野村修也弁護士の2人が MC を務める。